石原博一郎、石原博一郎、石原博一郎、1890年1月26日から1970年4月16日は、日本の実業家で、石原産業の創業者。京都府京都市生まれ、1913年立命館大学法科専門部、卒業。1916年に、マレー半島に渡航して、鉱山の発見、開発に成功。 東南アジア各地や日本国内での鉱山開発や海運業へ事業を拡大した。1931年の満州事変勃発後、南進ドン提唱の後期が到来したとして、日本に帰国し政治活動を展開、国家主義的団体事務会、名人会を創立して、世論を喚起し、2.26事件では反乱軍に資金を提供して逮捕された。戦後、 永久戦犯容疑で、巣鴨に拘禁されるも、不寄所となり釈放された。1890年、明治23年京都府京都市に生まれる。農業を営む父、石原長太郎を手伝いながら十五歳で、京都府立農林学校に入学。卒業後は、京都府庁に入庁し、農業技師として勤務した。その後、働きながら高等文化の試験を目指し、私立京都、 厚生大学専門部法律学科、夜間に入学、中川小十郎に指示し、1913年に卒業。1915、大正4年に、マレー半島のジョホール王国の35講師の公務員で働いていた弟、新三郎が独立を決意し帰国、支援を求められる。同年、商業学校に在学中だった下の弟、 高田義三郎は退学して新三郎と共に、マレー半島へ渡り、石原は父を説得し農地を売却して、資金を捻出。翌1916、大正5年3月に家族と共に、マレー半島へった。兄弟三人は、バトパハのパンチョールでゴム園を開拓するが、黒字化に時間を要し、生活費を賄うため雑貨商や、水道工事の受け負いを始めるが、いずれもうまくいかなかった。 石原は、コムへの経営や雑貨商を続けながら、鉄鉱山の存在の可能性に期待し、鉱山探索を続けた。1919、大正8年、バトパファノで、鉄鉱脈を発見。石原は事業家のために本に帰国して、台湾銀行の副頭取となっていた、恩師、中川小十郎に支援を仰ぎ、ジョホール王国から、敷屈許可を受け、 ヤワタ製鉄所の白に竹市長官を訪問して、鉄鉱石の納入を訳し、川崎造船所の松方光次郎社長に保証人となってもらうことで、台湾銀行から融資を受けられることになった。1920、大正9年9月、大阪市で合紙会社南洋工業工師を設立し、スリメダン鉱山の開発に着手。また鉄鉱石輸出のため、 ジョホール王国にワトゥパ派の開港を請願し、同年12月に開港が許可された。開発開始から半年ほどで、スリメダン鉱山の鉄鉱石の産出量は急増し、八幡製鉄所に鉄鉱石を納入、会社は急成長した。1924、大正13年には、マレー半島東岸、トレンガヌ州の太陽鉱山に着目し、同年6月にトレンガヌ州から、 ケママン港の開港許可を受けた。翌1925、大正14年に大倉省から定理融資を受けて太陽鉱山を買収し、同鉱山の開発を進めた。その後、鉱石の自家輸送のため船舶を所有して海運業に進出、石原産業海運を中核に石原コンツェルンを形成。さらに鈴工業に関与し、1935年以降は、 アルミニウムの原料となる防気サイトを発見、開発し、日本に供給した。ジョホールでは、石原の鉱山が、ゴムに次ぐ、税収減となったこともあり、ツルタンの交流を受けたが、英国の規制の制約があり、また、スマトラやボルネオ、ジャワ、セレベスなどラインの開発では、オランダと対立、南方での鉱山開発には、植民地層四国の法規制に、 左右されるという不安定さが伴っていた。1931年9月満州事変が起こると、南進論を主張して、アジア人のアジアを実現する絶好の機会が来たとして、日本に帰国。帰国後、南進の目的達成のためには、国内政治の改革が先決だと考えるようになり、徳川義親と共に、大川周明らの人務会結成を支援。 1932年5月の5.15事件と前後して大川の急進主義的な方針とは一線を画した名林会を設立し会社経営のから右翼団体を講演した。1936年の2.26事件では名林会の再藤流を介して首謀者の一人である栗原康秀注意を資金面で援助した。事件が発生すると 栗原に徳川と共に宮中に散大することを提案、収集工作を行った。同年6月13日に逮捕され、収監されるも、1937年1月18日に無罪となった。1934年から1941年にかけて石原産業海運は、合資会社から株式会社となり、マレーからジャワ、フィリピン、海南島へ、 開発鉱山を拡大。鉄鉱石の他に、鈴、防気彩と石炭なども取り扱うようになった。日本国内でも、兵庫県の神火金山、大分県の朝日、金山、三重県の奇襲鉱山などを開発、四日市工場を新設した。1937年9月、第1次。 この絵内閣のもとで当初の不拡大方針にもかかわらず8月に戦線が拡大したため上京し、この絵踏みまろと末次ぐ信まに積極的な事態の解決を進言した。この絵は衝突は参謀本部に属する問題で内閣は介入しない、できないと回答。さらに参謀を次長、ただ旬を訪問し、事態の収拾を要望したが、 軍が解決すると突き放され、事態が解決されないことを確信した。太平洋戦争が始まると、事業は軍部の委託事業となり、名称を石原産業株式会社に変更。神日と朝日の二つの金山を政府に移譲したが、湘南、シンガポール、ジャワ、マニラの三つの支店で二十近い鉱山、丹田を経営した。 1944年から1年間、財団法人立命館の理事長を務める。戦後1945年から永久戦犯容疑者として、菅もプリズンに拘留されるが、起訴されることなく1948年に釈放された。1949年に、公職追放処分を解除され、石原産業社長に復帰した。戦後の石原は、戦前に自らが行った、 政治活動を自然の法則に反した政治運動であったと反省。戦争で亡くなった人々の冥福を祈り、日本各地を歩き回った。最晩年には経営する石原産業が四日市全速など公害で休団される側に立たされたこともあって、個人的に廃棄物処理の技術開発を支援していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。